サイバー攻撃の標的になった医療センターは復旧めどが立たず大阪府警に被害届けサイバー攻撃が原因と見られる電子カルテシステムの障害が起きた大阪急性期。総合医療センターは11月1日、新規の外来診療を停止するとともに復旧作業に当たった。政府が派遣した専門家の協力も得ているが、 復旧のめどは立っていない。二日以降も当面の間、通常診療は行えない見込みで、正常化には時間がかかりそうだ。同センターの職員は一日、予約のあった患者らの対応に追われた患者には番号札を手渡し、確診療科に誘導、システム障害で PC が使えないため、 職員向けの院内放送では必要事項を伝票に記載するよう促した。同センターは大阪府内に3カ所しかない脳や心臓の疾患を扱う、高度救命救急センターに指定されるなど地域医療の中核。現在、周辺の病院が患者を受け入れているが、記者団の取材に応じた吉村博文知事は、重要な役割を担っている病院。 非常に大きな影響が出ているのは事実と話した。府は新型コロナウイルスとインフルエンザの流行到来までに復旧できるかを懸念する同センターに設置されている。大阪コロナ重症センターは新規患者の受け入れを停止。吉村知事はこの冬も感染の波が来るその時までに何とか復旧する養父も支援すると期待を込めた。 システム障害は10月31日に判明。保存データを暗号化して見られないようにし、復元のための金銭を要求するコンピューターウイルス、ランサムウェアによるものとみられ、同センターは大阪府警に被害届を提出する方針。なお、11月4日から予定手術については、一部再開する予定としている。 サイバー攻撃の被害にあったことは非常に残念ですが、対応がごてごてすぎると思います。人の命に関わる話ですので、日頃からの備えをするべきではないでしょうか。サイバー攻撃の被害にあってもすぐに復旧できるように、原因究明と再発防止が全国の医療機関で必要です。 サイバー攻撃を受けてもすぐに復旧できるような備えをすべきだと思う方はチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴していただき本当にありがとうございました。